下十条運転区は東京都北区にあった東日本旅客鉄道東京支社の運転士が所属する組織である京浜東北線東十条駅構内にあるかつては車両も所属する下十条電車区だった現在も構内は京浜東北線の電車の留置に使用されている北、モセ東京北鉄道管理局を示す北と下十条を示すモセから 京浜東北線本線側から、この収容線、整備線の反対側には、本線との引き込み線を兼ねた引き上げ線が2線あり、車両洗浄装置も併設されている。京浜東北線で運用されていた車両が、配置されていた。最終配置車両は103系234両と、事業用牽引車の蜘蛇143型1両。また、 雲屋143型導入前に配置されていた、事業用牽引者の雲屋90型は、雲屋9万5で、東海旅客鉄道浜松工場で、保管の後、製造時のモハ63型に復元され、現在リニア、鉄道館にて保存、展示されている。鉄道ピクトリアルアーカイブスセレクション17国電、復興時代1950電記者研究会、2009年、 P41 JR 機動車客車編成表 2016JRR2016 2016年 P178 ありがとうございます。